はい、バラで5個ってもらいます。大丈夫ですよ、はい、で袋ください。まだここでビニール袋、はい、すいません、珍しいバラだな。ここ欲しいな。つぶらんだね。いや、食べましたけどね、なんかね、どら焼きというよりは、まあこれ10年ぐらい前に食べた時に思ったんだけど、どっちかっていうとね、パンケーキみたいな感じ。エアリーなんだけど苦みがあって、まあ、つぶあんは結構甘くてね。でもまあお茶とかブラックコーヒーと一緒に食べると非常に相性がいいと思いました。さて帰ります。ごちそうさまでした。